今回ですね、滑らか杏仁豆腐、ふわっと香る杏仁ということで、エミアルって書いてますね。こちらはですね、長野県の会社で、安曇野食品工房株式会社というところで作っているようです。ローソンで購入できたので、どんなのかなと思って購入してみました。はい、開けてみると、こんな感じですね。で、寒天を使って、固めてあるですね、タイプのものになってるようですね。はい。で、はい、こういう感じですね。はい。こんな感じのプルプル具合です。はい、杏仁豆腐らしいですね、こういう感じの、はい、プルプル具合ですね。ちょっと食べてみます。うん、はい、やっぱ寒天使ってるような感じの、うん、なんていうんですかね、ちょっと固め、食感若干ですね、固めの仕上がりになってるという感じですかね。うん、ですが寒天のを使ってるゼリーとかそういうのに比べるとずっとですね、こう柔らかくてとろっとした食感があるなという感じですね。で、杏仁の香りですけれども、まあそれほど強くないですが、うん、程よく杏仁の香りあって、でプルッとした食感もなかなかいいので、はい、程よい杏仁の香りが好きな方はですね、こっちの方がいいかな、これいいかなと思いますけれども、中華レストランとか行った時に杏仁の香りしっかり強めの杏仁豆腐好きだなっていう方はですね、ちょっと味ですね、物足りないかもしれません。はい、ですがまあこのボリュームで、値段が150円か60円ぐらいだったと思うんですけども、ローソンでこのぐらいで買えてですね、食後のデザートにすごくですねいいので、この杏仁豆腐ですね、うん、ボリュームがあっていいんじゃないかなと思います。 160g入ってるということです。はい、はい、こんな感じで寒天で固めてるようですけども、プルプル感は結構あってですね、いいですね。はい、こういう感じです。